皆さん、こんにちは。前回は仏術の変貌を言及したので、今日は仏術の変貌がなぜ失敗したのかについて話を進めていこうと思います。仏術の変貌とは、1898年6月から9月21日までに、皇遊戯、梁啓超を中心とする変貌派は、皇宗弟を通じて西洋に学ぶこと。科学や文化を振興、政治や教育制度を改革、農業や工業、商業を発展することを提唱していた。西太后はこれに抵抗して反対し、結果的に、皇宗弟は軟禁されることになった。変貌派の皇遊戯と梁啓超は日本へ亡命したが、他の変貌派人物である仏術六君子の譚士と高校人、林玉、楊新秋、楊栄、劉古代などが殺された。その期間は約100日で、そのため100日一新とも呼ばれた。日本では仏術の政変と呼ばれる。仏術の変貌は中国近代史における重要な政治改革である。また思想的な啓蒙運動でもあり、思想の解放を推進し、社会の進歩、文化の発展、近代中国社会の進展に対して重要な役割を果たした。もし、仏術の変貌が成功していれば、中国は隣国の日本のように世界の大国の仲間入りをし、いじめられることもなくなっただろう。遠征会と西太后が仏術の変貌失敗の主犯だと考える人が多かった。実は歴史はそんなに簡単なものではないのです。改革運動の失敗を皇遊戯の責任も大きい。改革運動が失敗した理由として西太后を中心とする保守派を挙げる人が多い。確かに西太后が皇宗弟を幽閉し、変貌派を指名手配し、逮捕した。百日一新を完全に失敗させることにつながった。教師大学等を残す以外は、他のすべてに廃止された。しかし、西太后は常に改革に断固として反対していたのだろうか。実は西太后は決して出家派ではなく、彼女は19世紀後半の洋武運動を支持し、常に西洋に学ぶことを提唱した李鴻章や張之洞などに頼っていた。また、仏術の変貌が始まった後、西太后は公言はしなかったが、証人または黙認していたはずである。そうでなければ、実権の持たない皇宗弟が変貌することができないし、これほど多くな改善策や法案を公布することは不可能だったでしょう。仏術の変貌の際、皇宗弟は西太后に敬意を表すために、12回も祝いの尋ねた。それは単なる表敬訪問ではなく、西太后に政務のことを報告し、西太后の指示を求めるためだった。従って、仏術の変貌の真の決定者、また支援者であったのは、皇宗ではなく、西太后であった。西太后は保守で、頑固な人ではなかったが、
最高権力者として朝廷内のパワーバランスと政局の安定に気を配っていたのである。しかし変革が進むにつれ、その内容や施策はどんどん過激になっていき、特に奇候や発行の廃止が多くの奇特権力者を怒らせた。反対派が集まって、西太后の住む岩屋に毎日通って、泣きながら文句を言うようになって、偏貌と改革派を攻撃した。長子堂のような賢明な大臣でさえ、熱心な支持から様子見、反対へと変わっていた。こうして、西太后は激変による政情不安の防ぐ、また自分の統治権の確保するために、すぐ交渉を命令し、北京、天津、河北の人事、軍事や政治権力、三つの命令を出させたのである。その後、西太后は改革における失策の一部も否定していた。これは、交渉と改革派への警告であった。例えば、交渉帝は、木金殿で、顧問官の置くことを提案していたが、西太后は反対したため、この案は立ち消えとなった。こういう意、両慶朝に代表される偏貌派は、基本的に政治経験のない若い学者集団であり、当然ながら、当時の複雑の政治情勢を理解できず、彼らは交渉でに全ての望みを達していた。改革反対派が西太后を従順に欠場しているのを見て、西太后も頑強な反対派だと勘違いしていた。そしてその改革進みを確実にするために、西太后から権力を奪う方法を考え始めたのである。さらに、西太后をどのように禁錮するか殺すかといったことまで議論し始めた。これは非常に甘い考えです。この学者たちは実権も軍隊も持たず、彼らの最大の頼みの綱である交渉帝も実権の持たなかったことである。西太后の勢力は朝廷の内外にほぼ及んでいた。特に当時の勅令総統である永禄は西太后の腹心で、首都や周辺地域を直接支配していたため、偏貌派がクーデターを成功させるのはええ、そらことであっただろう。丹次党が遠世街を説得して交渉を支持するようにしても、クーデターは成功しそうになかった。一つは、都にはいくつかの軍隊があり、遠征外の新軍だけでなく、みんな西太后に忠実で、永禄の直属の部下だった。一方で、遠征外が兵を鍛えていたことは、それほど長い期間ではなかった。兵力も比較的小さかったので、どの程度戦えるかわからないでした。こういう意の判断は最初から間違っていた。彼は、新朝の西太后を重心とする絶対的な保守派が存在すると思い込んでいたのだ。このように、こういう意は、このプロセスの中で、彼は平和的な改革の問題に暴力的な手段を選んだ。これは、彼はすでに、偏貌派としての核となる執行に反していた。彼は、丹次党をさせ、当時の権力者であった
遠征街に説得し、西太后を捕らえ、交渉廷に権力を一丁させようと考えた。しかし、遠征街の密告により、西太后は偏方派がグッデターを起こし、彼女を投獄、あるいは殺害し、最高権力を奪おうとしていることを知ることになった。これは、交渉廷や公と領、偏方派との決裂に直結するものであった。やがて、西太后は、クーデターを起こし、交渉廷を柔軟会の永代に幽閉し、三度目の水連調整を開始した。つまり、戊戌の偏方は完全に失敗したのである。もし、偏方派が西太后の支持を求め、少なくとも西太后への挑戦を控えていったならば、結果は全く違ったものになっていたかもしれない。その一方で、後ろは有力な支持者はなかった。高優位の孔子改正校や新学義傾向は、高優位の理論的基礎となったことはよく知られている。高優位はこの2冊の本で、孔子を変革の支持者に変え、これまでの孔子のイメージを一新し、孔子の思想を自分の言葉で説明したのである。孔優位はもともと孔子を利用して自分の偏謀をサポートしようと考えていたが、彼は大きなタブーを起こしてしまった。孔子のイメージや思想は何千年にもわたって発展し、様々なインテリや学者に受け入れられてきたものであった。突然、孔子の考え方を変えて、自分の考えを文章に押し込もうとする男が現れ、しかも、この男は、孟子や朱子のような有名な人物ではないのです。古来、文人たちはお互いに、蔑み合い、意見の対立させてきた。孔優位の学会における影響力はほとんど説得力がなかったため、彼の2冊の著書は一部の正統派学者を偏謀の反対側に引き込むという逆効果をもたらしたのである。実は当時の学者たちも一致団結していたわけではなかった。この偏謀に反対する人もいたが、賛成する人もいた。もし孔優位が孔子の思想を無理に解釈や消さなかったら、多くの学者を偏謀の側に取り込むことができるはずである。旧来、西高偏謀に政治的、軍事的に強い支持が必要であり、孔優位が偏謀成功するには、中央または地方の実力派の支持を得なければならない。西太后と満州貴族たちは中立を保つであれば最善の結果ですが、もし李鴻章や張之洞など、漢民族の高官で大きな権力を握っている者の支持を得れば大変助かります。初期の洋務派である彼らは交渉や公有意の偏謀を否定せず共通点があるとさえ言える。もし李や張などの有力大臣の支持を得られれば西太后がクーデターを起こすことはそう簡単ではないだろう。
李克強は孔融院の教学会に寄付を送り、返報への支持を示したが、孔融院は李が下関条約に調印したことから、李を裏切り者とみなし、彼と関わりたくなかった。孔融院は返報の指導者として、あんまりに眼界が狭かった。李克強が条約に署名したのは、国を裏切ったという意味ではない。それは中国と日本の国力の差がもたらしたものであった。李は仕方なくて、下関条約に調印し、中国に多くの利益を確保した。李克強の支持を得なかった場合は、返報成功の可能性がより低くなった。また、張之洞も中国南東部の実力派として、返報を強く支持していた。梁慶長が張之洞を訪ねたとき、張之洞は十文待って開けて敬意を表した。十文は当閣の管理を迎えるときだけ開けるものです。張之洞は幼い頃から孔子や孟子のような封建的な教育を受けており、封建思想に対する信念や擁護が、ね、強くあった。当時、孔融院が孔子改正を提唱したとき、孔子の名を使って返報の実現をアピールしようと考えた。これは、あからさまな裏切り、ごまかしてあり、明らかに礼法に反している。一旦、返報派の見解や提案が方言的な認識の範囲を超えると、必然的に彼に反対されるでしょう。張之洞は情勢を分析した上で、孔と梁の返報はうまくいかない、と、的確に判断した。その後、彼は名鉄保身の道を選び、すぐに返報派とは一線の隠し、当然ながら孔融院の返報に強い後ろ盾を提供することはなかった。この二つの実力派の支えを失ったことで、墓地図の返報はより一層困難なものになった。返報である以上、利益を損なわれる人が出てくるのは当然です。当時、最も打撃を受けたのは満州の貴族たちだった。墓地図の返報のゆえ、彼らの政治的地位や経済的利益は制限され、打撃を受けることがあったのだから、彼らから反撃されるに決まっていた。実際、返報の過程では、あんまり早くから彼らの利益に触れる必要はなかった。返報派が足場を固めた後、徐々に保守派を弱体化させ、権力を奪っていけばよい。しかし、こういう意らは、保守派の利益に触れることは早すぎ、結局は反対派の反撃を食らった。孔融院と梁慶長が主とした返報は、ギャンブルに満ちていた。それも大きなギャンブルであったことがよくわかる。当時の信州の数百年にわたる情勢を考えると、もし返報としたら、徐々に変えていくしかないでしょう。背景も権力もなかった返報派は、墓地図の返報が始まると、彼らは無知な工場帝を煽り、国のあらゆる面の網羅する直令を次々と発布した。時には十数回、200以上の政令を出し、国家運営を
慈悲のように扱ったこともあった。二人の考えは確かに正しく、愛国的であったが、政治の経験が浅く、急進的で劇的な変革には多くの抵抗があるはずで、成功させるのは難しい。孔融はあんまりにも自負し、彼は改革を支持するすべての勢力を束ねることができなくて、残念なことだ。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。